東京都の小池百合子知事に、またも、学歴詐称疑惑が浮上している。小池氏の元側近で弁護士の小島敏郎氏が、カイロ大学に声明文を出してもらうよう提案したと、文芸春秋に告発したのだ。騒動になった2020年当時、小池氏がエジプトにある国立カイロ大学の卒業証書と卒業証明書を記者会見で公開した。しかし、それでは疑惑が収まらず、 小島氏はカイロ大学を卒業したという手紙や声明を大学からもらえばいいのではと助言したという。その後、中日エジプト大使館の SNS に小池氏の卒業を認めるカイロ大学の声明文が出たことで事態は人生化した。しかし今回の告発で再度取り沙汰されることとなった。小池氏は小島氏からの助言をあまり鮮明には覚えていないとして、 7月の都知事選を念頭に選挙のたびにこうした記事が出ることは残念だと語り反論した小池氏の前任である舛添洋一前東京都知事は約40年前のエピソードを振り返るフランス帰りの舛添氏とエジプト帰りの小池氏は当時共に脚光を浴びて話す機会も多かったそんなある時書籍にカイロ大主席卒業と書いてあるのを読んだ舛添氏が 小池氏を褒めると、こんな反応が返ってきた。ヘラヘラと笑って、学生、私一人しかいなかったの。だから、主席でもあるし、ビリでもある。それをずっと信じていたが、都知事就任後に、学生が、いっぱいいたと、記者会見で言った。そこで、主席とは言わず、ベリーグッド、いい成績ですと言った、マスゾエ洋一氏。加えて、マスゾエ氏は、エジプト政府に借りがある。 国政へ戻っても外交なんてやれるわけない。他国に負い目がある人は外交できないと続けた。私がまとめたネチズンのコメントは次の通りです。一度落第しているのに最短4年で卒業。彼女のアラビア語を専門家が聞くと幼児レベルだそうだ。単語、文法、発音間違いだらけでよく卒業できたと思う。 エジプト大使館が Facebook でカイロ大卒業している声明を出すのもよく考えたら変。卒業名簿のここに名前がとか彼女の学籍番号で卒業証書の発行履歴がありますとか大学が提示する根拠なしの一方的な卒業してます宣言でしかない。そもそもの卒業証書も男性の継承が使われている。女性なのに男性継承。 ロゴも署名も違和感があるので、卒業証書物疑惑があった。それを払拭するための中日エジプト大使館が、Facebook 声明。で、今回はその大使館声明を、小池側が作成したと暴露され積んだ。お金で、大学卒業も免許も買える国があるのを否定しない。お金で卒業しても実力があればいいと思う。 でも、政治家がやったらダメ。外国に借りを作ったら、政治生命を握られる。日本からエジプトへの ODA が300億円。卒業証明書1枚のために日本は高い買い物をさせられたのではないか。これも、税金の使い方を追求する必要がある。小池氏は、見えっぱりの自分だけファースト、情報番組のキャスターになるために話を持ったのが、 一生の足かせになってしまった。選挙に出るときに、大学中退と正直に言えばよかったのにと思うが、小池氏の性格ではそんなことはありえない、選択だったのだろう。一人だから主席だったというのは、嘘の可能性が高いです。小池氏本人の著書には、大学一年目に落第したとの記述があります。しかしその後の経歴では大学を4年間で、 しかも主席で卒業したことになっています。落第しているのに主席なはずはありませんし、落第した学生が4年間で卒業するのは通常無理です。小池氏は卒業したとされる時期の数ヶ月前から日本航空の回路支店で働き出しています。当時の新聞記事では駐在員となっていますが、本当に4年間学校に通っていたなら学生バイトのはずです。 政治家は、実績が重要だから、今更学歴は関係ない、という意見がありますが、政治家は、言葉が重要であり、尻しよくのために嘘をつく人は、他のことでも嘘をつき信用できません。しかし実態はわからないが、今の日本人の感性はかなり危険です。大谷選手やサッカーの伊藤選手、松本氏の問題では疑わしきは罰せずですが、政治家の問題には疑わしきは、 罰するに変わりま好意を持つか持たないで思考を変えてしまっては平等ではなくなり差別につながります。このような発言を元政治家が軽々に語ること自体が無責任です。日本は民事国家ではなく法治国家です。全て想像の話で証拠もありません。想像で人を裁こうとする思考は専制主義に値します。 堂々たる学歴引須下げて就任しておきながら、公私近藤という行人としては最悪の理由で、中途半端な時期に辞めた元知事の誰かさんより、小池さんの方が、よっぽどうまくやっていると思う。別に、出身大学の肩書きで仕事が回るわけじゃないし、もっと実のある批判をすべき。他の方の書き込みですが、 主席卒業と公表していましたが成績は4段階中上から3番目と記載されているそうですマスゾ添が指摘しているのは小池都知事はエジプトの有力政治家ハーテム氏と非常に近しく軍部時代にその弟分であった原首相大統領の元にも複数回訪問しています日本からの援助額も大きい他国の政府が防衛大臣までになった 国会議員の弱みを握っていたということではないかと思いますこれではないのでしょうか一人だから主席発言その昔民主党議員後議員辞職の学歴詐称が問題になった時に森派の会合でこっちの学歴は小池さんが回路代で詐称どころかなんと主席卒業とのことですからとの森吉郎の 自慢げな説明満場拍手に対して小池本人が照れくさそうに卒業生一人でしたからと言って笑いをとっていたこんなことがテレビのニュースの一個まで流れていたのを思い出しましたその場の雰囲気に合わせてリアリティを作り出していく虚言癖の人にありがちな行為であり周囲もうっかり騙されてしまうこのスキャンダルを どのように収束させるかはわかりませんが、そもそも50年近く前の時代、留学の敷居が大変高かった時代に、日本の大学も卒業せずに、いきなり海外の大学卒などという履歴がまかり通ったのはなぜでしょうね。私の就職の世代はもう少し後で学歴により、合否が選別された時代でしたが、このような学歴で大丈夫だったのか不思議でなりません。カイロ大学を調べると、 周辺諸国も含めて学生数20万人ものマンモス総合大学となっている小池さん時代においてもそれなりの規模であっただろうそういう大学で生徒一人で首席なんていう授業があったのだろうかそういう教室であれば恩師とも言える深い付き合いの教授が絶対にいたと思いますところで小池さんのたびたびの記者会見を見て思うことは なんで記者がアラビア語で質問しないのかということです。メディア側はそういう疑いはあるけども、自民党に対抗する勢力として忖度しているんではないのでしょうか。